桐生の兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって達川なんかと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど雄太の言いたいことも分かる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女ちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。そうねや。お、踊れ。何しに来よったんじゃ、関係どぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥かちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと遥かの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだ。ねえ桐生の兄貴、そういや遥かちゃんはどうしてるんすか。なんで春人のそばに遥かちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしら遥かちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。遥かちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。
そういや辰川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ辰川に聞けば全部わかるっちゅうことか。辰川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようある。キリュウの兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は辰川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は辰川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに野郎とつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。ジョーカー、さっき遠くからキリュウさんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートがキリュウさんの宿なの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、キリュウさんの方こそ問題ない？ああ、だが
しばらくカムロ町に行くことになった。え、明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんだな。そうか、それならどうかしたか。いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとくよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るところか、広島出んのも初めてじゃろうが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。全くどこ行っても人だらけじゃの。こんなもんじゃないですか。しかしこんなら何しにここに来とるんじゃ。おい見てみろや、あいつらダサすぎや。田舎もんが偉い。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね頭、金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの、兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、キリュウの兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません。ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あのゲドが遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど。どうすかね、桐生の兄貴見覚えあります。ないな。
俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって立つかは探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんだな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってつかさい。ユータのやつが。ん？すんません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい、頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ、あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。あ、兄貴、これちょっと見てつかさい。ん？東上界の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？高速棄却、これから無所に入れられるってことか。どうしますか、こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう東上界の人間じゃねえんだ。じゃけど東上界のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。ほしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう登場会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください、警察呼びますよ。くそ、分かった、もういい、あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました、じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか、恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃあわしらも行きますか。はあ、なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ。俺はキリュウってもんだ。オーナーのカズキか店長のユウヤ、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。カズキ、ユウヤ、
うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、イロ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、キリュウさんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、ユウヤか。ユウヤ、そういやさっき兄貴店長のユウヤを呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、ああ、大丈夫かユウタ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね。え、本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ユウヤ、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきのハルカちゃんの話ですけど、本当に子供産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前はタツカ。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは。見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ、ユウヤ。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切ってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃジンゴン派っちゅうのは。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。
確かに今の人言派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。達川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしても、あの店に達川を追う手がかりがあるはずだ。人言派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、キリュウさんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今の神室町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや。おい、あいつ、さっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか、桐生一馬さん。先日神室町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう、おう、そうじゃ。踊れらの店に達川ゆんがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。
キリュウさん、さっきのあいつ、ジンゴン派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今のジンゴン派はカムロ町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、キリュウさん。死ぬ놈들은또누구지?그딴거신경안써!다죽어라!어아니기만나라와시라니이어미대자한국어で叫んでるみたいですけど、じゃあもしかしてあいつら진공하다나けどわしら한준기っちゅうのから招待されとったんじゃ。まだ俺を恨んでる連中もいるってことか。今の진공派も一枚岩じゃねえらしい。ねえじゃない、聞け。おい、聞け。助けてくれ。かまってる暇はねえ。行くぞ。誰か。下がった。下がった。兄貴、半順義には後で文句言わねえとな。
いやー、カムロ町いうんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃半純義が待ちくたべれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかせ。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。タツカを探すのが最優先ですから。俺らもたまには役に立たねえと、東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかせ。わかった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食い足りんじゃろうが。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。キリュウの兄貴。ユータ。頭がキリュウの兄貴についてろって言うもんで。何？ようこそおいでくださいました、キリュウさん。遠慮はいりません。さ、お二人ともどうぞ。ナグモはどうしてるんだ？頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、キリュウさん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはスマイトを高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。
我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるなら、あの階段の奥なんじゃねえか。確かに。ホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。ドイツだ。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。
ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客が贔屓にしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか？俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはない。よう、あのリングであんたを倒せば達川の情報を聞かせてくれるのか？ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ？兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に達川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは達川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてた遥ちゃんを傷者にしやがった。それを考えると腹渡に煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は達川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴がそのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのアン・ジュンリが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ロングを。なかなかいいよ、ユータ君。
これで君も飛龍の兄貴に顔が立つでしょ。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。ふん。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。ふん。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。小島の竜をひざまずかせることで私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな。半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。
そこからが本番です。私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。辰川の写真だ。うん。お前の言う辰川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。辰川は今どこにいる。その前になぜ彼をお探しで。あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか。お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか。例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると辰川君も
沢村遥さんの事故に関わっていると。余計なことを喋るつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか。つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし。達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか。何。間違いないです、桐生の兄貴。達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア街のマフィア西洋界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか。で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、タスカはそんなことをするような男だったのか。ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。キリュウさん、なぜタスカをお探しなのか訳を話してはもらえませんか。私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ。カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大花ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった。それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした、桐生さん。神言派が東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽っているなんて話を聞いたが。彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で抗争を煽ってるなんてのは言いがかりです。とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、桐生さん。桐生の兄貴、早速達川の屋さんに行きますか。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥かがひき逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え、
達川に話を聞かねうちはまだ何もわからねえ。だがもし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。ハルトの父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます、俺も同じ気持ちですよ。兄貴、俺南雲の頭を呼んできます。この後例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか？はあ、俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。タツカーに逃げられねえように人手がいた方がいいですから。それじゃあ。注意深く聞いてほしい。ご存知かどうか、このカムロ町には今西洋会という中国マフィアが入り込んでいる。西洋会が現れて以来、この町は抗争の絶えない非常に危険な町になってしまった。彼らを排除するには大きな声が必要なんだ。つまりあなた方の団結した声だよ。まず必要なのは彼らを拒絶するという我々の明確な意思表示だ。西洋界のいるアジア街には近づかないようにしよう。彼らの縄張りで金を使えば連中の懐が潤ってしまう。そしてあなた方の身の安全のためにも、もうアジア街に近づくのは避けるべきだ。なぜなら今後西洋界のテリトリーではこんなことが頻繁に起きるのだから。なんだとお分かりいただけただろうか。西洋界に月々の見始めを収めている店も我々による爆破の標的になりうる。それが嫌なら今後一切連中に金を払わないことだ。そうすればいずれ西洋会を必ず追い払える。私と共にカムロ町の安全を取り戻すために戦おう。クソ、ゴミ袋だ。ゴミ袋が爆発したんだ。爆発したのは確か。おい、大丈夫かお前。え、さっきの爆発で怪我でもしたんじゃないのか。さっきの爆発、さっきのあんたも見てたか。ああ、俺はさ、爆発の前からずっと見てたんだよ。爆発したのは黒いゴミ袋でな、多分その中に爆弾が入ってたんだ。ゴミ袋か。それじゃあもう跡形も残ってねえな。ああ、でも俺見たんだよ、その黒いゴミ袋をここに置いてったやつ。何？40過ぎくらいの男で黄色いジャージ、中国人のはずだ。中国人？それじゃあ西洋界の人間か。だが確かモニターの男、西洋界を追い出せと。そんなの知らねえけどよ。
ただ俺はここにゴミ袋を置いてってやつが前に中国語喋ってたのを見たことがある。どこでだ？カムロ町にある吉田バッティングセンターってところだ。あそこか。キリの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカのヤサ掴むっちゅうんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？おう、まあ実を言うとユータを先行かせた後すぐに人言ファの連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど店の場所がわからんようになってしもうて。それで？それでまあカムロ町の夜の街を歩き回っとったの？まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやーけしからん。後でわしの行った店紹介しますけ、そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、キリュウの兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ、大岡ビルってのはあれらしい。タツカーのやつ、ヤサにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴。わしらのハルカさんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そここっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから早よ入れ。これは何じゃぞ。マジかよ。
なんで、こんな。